お待たせいたしました。上にあるやつどんだね。なんだろう。です。ちっちゃい花咲いてるね。ご乗車くださいましてありがとうございます。さあ、ここまで約4分で参ります。進みながら右手向こう側に、ひときわ高い山頂の広いお山は、千葉県三名山のうちの加納山で、高さは353メートル、左より、お山の上に白く灯台のように立ち見えますのが、東京湾カートンで、高さ56メートルでございます。さらに左に、海の中に細く長く突き出て見えますのが寿都岬で、長さは約4キロ、幅の狭いところではわずか4メートル足らずでございます。帰りまして進みながら左手に、海の中に突き出て見えますのが手前が剣岬、裏側に見えますのが城ヶ島でございます。あいにくと見えとりませんが、お天気に恵まれますと、城ヶ島より右寄りには富士山が見えるところです。目の前の海が浦賀水道で、東京湾の出入り口をなしているところでございます。正面に見えますのが三浦半島で、金谷栗浜間わずか 11.5 キロ、東京湾フェリーで約40分のところでございます。三浦半島をこちらより望みまして、右隅が観音滝でございます。目の下の町金谷は海釣り、石の町として親しまれ、恋人の聖地に認定されているところでございます。まもなくサードケーキに到着でございます。ご乗車くださいましてありがとうございました。お降りの際は足元が階段ですのでお気をつけくださいませ。お忘れ物なさいませんようお確かめくださいませ。